俺も人間より動物の方が好きだよ。特に犬だね。犬が一番いい。ドアを開けるたびに大喜びで迎えてくれるしな。それに犬のいいとこはさ、人によってちゃんと合った犬がいるってとこだよ。例えばピットブルーとか、犬の中の犬だ。飼い主にとっちゃ最高の友達だよな。忠誠心がすんごく強いし、どうせ飼うならピットブルーだよ。いい犬だよな。あんたのそのラウールもな。お前くれよラウール。俺は大嫌いなんだよこんな犬。うっせえ、黙れこのバカ。年中ギャン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 吠えやがって。嫌いだってさ、リストと違うじゃねえか。ああ分かるよお前、俺も飼ってたからさ。プードルは吠えはしないんだが床にしょんべんするんだ。だから嫌いだったよ。でも俺が落ち込んでるとさ、膝に頭乗っけてでっかいつぶらな目でじっと見つめるんだ。だから嫌な犬だって思いながらも愛してたんだな。そういうもんだろお前、愛憎ってやつだよ。いつまでくだらねえこと喋ってんだ。女房呼んでこいって言ってんだろ。もう待てねえぞ。さっさと連れてこい。娘殺すぞ。オーマン聞いてくれよ。いいから早く呼んでこい。じゃなきゃこのガキぶち殺すぞ。オーマンこっちだって精一杯やってんだよ。女房呼んでこいって。今豚野郎と浮気なんかしやがって。俺はなあいつの目の前で脳みそぶちまけて死んでやるんだ。説得は無理だ。自分の娘を道連れにする前に踏み込まないと。あと1分だけ待ってやろうや。ダニーを信じて待ってたらあの子は殺されてしまう。第1班スタンバイ、全員一斉突入に備える。ベックが踏み込むと言ってる。無茶だ、おばは酔ってるんだ。踏み込めば娘撃つぞ。時間さえもらえれば説得できるから。 HBD-1 もう少し時間をくれ。ダメだ、もう待てない。よし中へ入る。おい待て、そんなことしたら人質が増えるじゃないか。バカなことするなよ。他に止める方はないだろう。交渉人が中に入る。あいつを止めてくれ。入られたら狙撃がやりにくい。ダニー、フロストだ。やめとけ。お前は元海兵隊だな。ああ撃てるか。寝室の窓からなら。誘い出そう。イーグルとパラーモに窓に狙いをつけて奴が背を向けるまで待つように伝えろ。よし分かった。イーグル、ヘルマン、アレン、アージェント、ダニーが奴を寝室へ誘い出す。俺が入ったら娘を救い出してくれ。分かった。おいお前、今女房が到着したぞ。いいのか。黙ってろって。娘を離せば会わせてやる。だがその前に他に人質がいないか確認しなきゃならないから、俺を中に入れてくれ。ふざけんな。先に女房に会わせる。だから俺が確認したら女房に会わせてやるから中入れてくれよ。もし嘘だったら俺を撃てよ。よし、だったらいいだろう。ゆっくり入ってこい。女房に合わせるって約束だからな。やったらぶち殺すぞ。パラモ、イーグル、標的を捉えたか。準備は？いいぞ。ゆっくり入ってこいよ。あんたに恨みはねえが、妙な真似したら撃つからな。入ったぞ。やつに任せるしかない。その場で待機しろ。鍵閉めろ。
いい天気だな。今日は風が気持ちいいし、寒くなくて爽やかでさ、うちにいるのはもったいないよ。他に誰もいねえのは分かったろ。女房連れてこい。まあ待ってくれよ。そう焦るなって。そっちの部屋も確認しないと。さっさとしろ。吹っ飛ばるか。今日なら最高だ。軍を辞めてからベアーズの試合は欠かさず見てる。あんたも昔海兵隊にいたんだろ。っていうことはおめえもか。ああ、ベトナムへも行ったよ。俺だって行ったさ。俺なんか二度も行ってんだぞ。68年と9年に。じゃあ俺たちは同志じゃないか。ほら。最近は人気ねえらしいな。みんな海軍行っちまって。容疑者を確認した。ほらな、誰もいねえだろ。さっさと女房連れてこい。だから焦るなって。カウントワンだ。了解、待機する。言っただろ、全部確認しないと。なあお前、海兵隊員と海軍兵が便所でしょんべんしててさ、海兵隊が手を洗わずに行こうとするから、海軍兵が海軍じゃ手を洗えって教わるぞって言ったら、海兵隊が振り向いてこう言ったんだ。海兵隊じゃ正面で手を洗うって教わる。踏み込め、押し込め。容疑者を抑えた。大丈夫か。え、怪我は。いや、ないよ。そうか、よし。